コード進行をくじで決めよ。くじを引いて何が出るか分からん状態でコード進行を、はい、4小節決めると。素晴らしい。いやこれはいいよ。これはいい。フィニッシュセブン。アップテンポのヒップホップ。じゃあ。はい、NBCP ラボの時間です。はい、どうも。元気に今日も始まりました。始まりました。始まりました。シュー。カッシュの仕方で撮る。はいはい、はいはいはい、というわけでですよ。はい、今回は、はいはい、みんな喋って、コード。みんな喋っててないね。はい、今日のタイトルどうぞ。コード進行をくじで決めよ。はいはい。4ということでですね、はい、今日はこれを準備します。これ何かと、はい、ちょっとこれ高田君説明してくれるかな。俺が説明じゃない。ルート、はいはい、コードネーム。ルートとは何ですか。ルートまあ紙にね、まあ、アルファベットが書かれてあるんですけれども、はい、これまあ例えば B とか、はい、D とか、ね、D そう例やな、はいはい、そうこれで、まあ、ABCDEFG コードのそのルート音のアルファベットが書かれてある、まあ、全部で12キーって言われてるんですけど12音階、はいはい、コードっていうのは和音のことです、うん、はいはいはい、2音以上がコードっていうことかな、はい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 、3音が結構 C メジャーとか D ドミソーやね、ドミソー、はい、レファシャプラーはいはいこれ D ですこっちに任せます。分かりやすいね。4和音はドミソシ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 声で聞こえる声で聞こえない。っていうくじが12枚、はい、これルートの方にある。ルートには入ってます。ルートっていうのは一番低いよ。そう低いよ、はい、一番低い。これを僕寝ずに作ってきた。寝ずにありがとう、ありがとうね。夜鍋をしてね。でそっちコードネーム、わかりやすい、はいはい、うんうん、これセブンス。さっきだから例えば手際悪いわ。ごめんごめんごめん。まあこうやってまあこうルーレット引いて、はい、F7 って F7 はこれですで1小節目のコードが決まる。はいはいはい、はい、こうなると F-7F-7 小文字の M はマイナーですね、はい、マイナー7ですね、はい、はい、続きましてこんなんあるよ、こんなん俺は、まあ、マイナー7フラット5 F-7 フラット5、はい、ちょっとジャジーなおしゃんなやつですね。あーちょっとジャジー、はい、これは、まあまあ、まだいく、マイナー7のナイス F-7 メジャーとかも出しておいた方がいい。ちなみにメジャーは大文字の M になります。はい、はい、それが違うな。このちょっと明るい感じのサウンドですね。何が、うん、まだまだ、はい、いいですっていう感じですね。はいはい、はい、っていう感じでくじを引いて何が出るか分からん状態でコード進行を、はい、4小節決めると。おお、4小節1回取るよ。とりあえず4小節引いて。え、こんなん俺コード楽器じゃないから分からんけどいけるもんの作ってくれてるから分からんやん、ほんまに。これはね、だから、うん、どう分けるか1小節ずつ1個1個決めてって、だから1小節目が F メジャー7、はい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 、2小節目 G マイナー7とか、うんうんうん、そういう感じ。じゃあ4つ決めようか。4つ決めよう、1小節目と2小節目、3小節目、はいはいはい、じゃあまず書いた方がいい、うんうん、そうね、書いていこう。じゃあ NBCP ラボルート、はい、はい、ルート1からこれは、うん、もうミントこう弾いて、弾いてね、これはすごいことですよ、もう。そうね、音楽にはあのキーというのがあってね、はいはいはい、そういうのをね完全無視してる。完全に無視してる、ね、超無視する、ね、わけわからんコード進行打ち合いになる可能性も多いやん。 D フラット、 D フラット、 D フラット、まず D フラット、ババン、マイナー7きついな。フラット5、一生説明、これ一生説明、はい、一生説明決まりました。はいはいはい、 OK、 はい、ダダン、二小節目ダダン、お、G フラット、めちゃくちゃ、悪くないよ、悪くないよ、悪くないよ、これは。そうだ、これは悪くない。俺だけ気づいてないんだけど。俺は悪くない。悪くない。なんか兆しが見えた。なんか嫌やな。なんか G フラット。俺も寄せてや。いける気がするぞ。3人でなんかええやんとかやめてや。ババン、マイナー7。おぉ、ああ、よう見る。3小節目。はいはい。ババン、A、A。はい、はい、じゃじゃん、 A7 シャープ11。やばいな、これは。やっぱ最後はあれやな、あのまとめてもらわなあかんから、そうや、はい、ごつは引いてもらって、あ、ごつは引いてもらって。でもなんかあれやな、落ち着いてコードがこう解決してほしいから。最近のジャズの人とかな、こんなコード進行ですか。最近もう分からへん。 D 戻ったやん、めっちゃフラットやん。あ、そうか、すごいすごいわ、これは。 D ディミニッシュ、素晴らしい。いや、これはいいよ、これはいい。ディミニッシュセブン、もう一発目にかましたな、これ。普通にシンプルにコードだけ弾いててくれる。オッケーオッケー。
ヒップホップジャズ風にして。出た。うん。出た。これでなんか歌われんのラップやんかな。違う既存のラップイエーラップ何が歌は無理やわ。歌無理やわ。回れ無理やな。無理、うん、ちょっと俺もなんか今探ってみたんやけど。OK じゃあこれで一回次行きましょう。第2回はい、じゃあ第2回目行きましょう。 OKOKOK F7 はこの感じで、B フラットディミニッシュ。ここは粘れる気がするな。で、C ディミニッシュ。おで、最後 B メジャー。いや、壊れたよ。終われてないで。終われたやんか。超感動、終われてる。一回回してみてよ。もうここ来ちゃう。なんか最後いいな。最後なんか落ち着く自分がおる。なるほど。なんかペダルでいけそうやな。あ、そう。はい、ペダルだ。これや。あ、ルートがこれ。そう。分数しゃがんyou
まとまったね。でこの辺はちょっとなんかこう、来る感あるやん。来る感そうそうあるあるある。おえちょっと不安を、うえーって来たけど、え、ここを戻るんやん。そう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 。これ例えばさ、入れ替えたら成立するとかないの？入れ替えたら。いや、この進行じゃなくて、1、2、3、4。分からんけど。ない。ない、ないな。これがベストや。これがベストや。これベスト。ということで。やってみましたね。やってみましたけど、くじで引いてもいけるっていうことだな。そうそう、くじ引いてもまあそんな感じになるんだっていう。はい、皆さんもぜひくじを家で引いて、このネタを作って、やってみるのも面白いんじゃないでしょうか。はい、誰ができるの。面白い。まあ今日はそんなもんですかね。はい、以上 NBCP ロボでした。またお会いしましょう。